メッキで無価値なのにどうしても気になる。ばかり嘘がこだましてアウトサイダーの声としてここに帰ってくる、腐れ、私たちは異端のアーティファクトを調べてるのだ。大修道院の権限でこの地域は立ち入りできない。中に入ることは許されない。自分の声に嫌気がさしてきたわ。誰と話しても壁に話してるみたいで無反応なんだから。極悪な殺し屋と出くわしたいと願うのは高望みすぎるか。危険を感じるわ。この街はどうなってるの？あいつまた大ごとにしちゃって。誰がいつも後始末すると思ってるの？その女性は邪魔しながら奇妙な踊りを踊っているのを見たと彼女は監督官に報告した。全ては美しいラガルを葬り去るための嘘だった。私に言える彼女の秘密はもうないわ。
ドラえもんが聞こえる。歌と人形がまだどこかにある。友情から生まれる安らぎを。戒めから慰めを得る者もいる。
リアム・バーン副監督か。の玉座につき、タラコノス公爵は彼女の奴隷であると王国中の客間や酒場で噂されている。もしそれが真実ならば、私たちが静かにこれを検証し行動を起こすことに疑いの余地はない。煙が吹き上がり、炎がダウンウォールタワーの石を飲み込むが、最後には大修道院は灰の上に立っているであろう。シスターからまだ連絡がない。変だな。
実に奇妙だ。同志たちの力を借りなくては。大修道院は虚無の明暗が君たちに降りかかる。阻止する。永遠に続く痛みと苦。我らを闇に引きずり込み、二度と離さない。苦しみから信者を守るため、一人すら終わらない時に無限の世をさまよわせないため、私たちは光や炎を振る。素晴らしい街だった。公爵がそこら中で命を締め上げたり、クラウンキラーが壁落ちに染める前まで。さてお前はこれから最後の一押しをしようとしているのか、それとも引き戻したいのか。我々は没落する街を見てきた。害獣、血、そして裏切り。またそれが起きて、できてるか。
地球がこんなに大変だなんて忘れていたわ。ここは腐敗に満ちている。それがあなたを手招きする。トムと力を約束して、あまりにも大きな誘惑が。この裏切り野郎、俺を撃ったらどうなるか言ったはずだ。警告したよな。頼む、どうしようもなかったんだよ。頼む？頼むには遅すぎだ。これでどうなるか分かるか？やめろ。するのは難しいな。最上級衛兵たちか、避けた方がいいわね。検証され真実だと分かっている理由がある。それは往々にして彼らが伝統に背を向け、七つの戒めを直視しなかったからである。功労者はアウトサイダーの上司だろう、友である。そういうべきだった。後悔して疑ってはならない。一晩
中気になるだろうな。収穫の月に若い娘が私のところにやってきた。彼女の言葉は生涯忘れないだ。娘は私を見上げ、アイルズ全土ではいかなるアウトサイダーの祭壇が見つかるのかと問うてきた。彼女は無邪気な顔を装っていたが、その下には狡猾さが伺えた。私は即座に疑念を覚え、人影のない町外れの木彫り師の店で一人で遊んでいたと彼女が告白するまで鋭く問いかけたのだ。彼女は一週間毎日その場所へ忍び込み、地下室で壁にかかる赤紫の布、燃えて小さくなったろうそくの浅ましい祭壇を見つけた。小さな骨の装身具に幾ばくかのコインがアウトサイダーの横島な徒党により残されていた。奴らは呪われた者たちであり、ま、背を丸く服してヨタヨタ歩く者たちのことである。その顔は私たちには分からず、その声は何でしたおや、何か見たのか。なんだ、確かめるか、あれは何だったんだ。